2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権は2009年1月20日から1月25日までフィンランドのヘルシンキで開催されたフィギュアスケートのヨーロッパ選手権。男女シングル、ペア、アイスダンス種目が行われた。国際スケート連盟加盟のヨーロッパ各国スケート協会に所属する選手が参加できる。今回アルメニアが再参加している。 各国から各種目に参加できる人数は前年大会の結果により1人から3人までと決まっている。男女シングルではショートプログラム後それぞれ上位24人がペアでは上位20組フリースケーティングへ進みアイスダンスではオリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進んだ。男子シングルではフランスのブライアン・ジュベールが3度目の優勝。 イタリアのサミュエル・コンテスティが、ショートプログラムの第一グループ滑走から2位に入った。女子シングルでは、フィンランドのラウラ・レピストが初優勝。スザンナ・ポイキオも3位に入り、地元フィンランド選手が1.3位となった。アイスダンスでは、ロシアのヤナホフローは、セルゲイ・ノビツキー組が全課題で1位となり初優勝。2位、3位のフェデリカ・ファイエラ、マッシモスカリ組、シネイド・ケア。 ジョンケア組は共に初の表彰台。ペアでは、ドイツのアリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービ組が3連覇を達成、2位、川口優子、アレクサンドル・スミルノフ組、3位、マリアム・ホルトは、マキシム・トランコフ組と共に前回と同じカップルが表彰台を占めた。ありがとうございます。